ちょっとこれを言っとかん、まあ、あの相当ちょっと難しめの話になるからもう白帯さん気にしないでそういうことも済んだなと、うん、さあ脇口は握ったよと押してきたでさあ押してみよう、まあ、そこの押し方はちょっと、まあ、悪いけどダメなんだな、ギュギュ押していいよ、潜られる潜られます、もう今、まあ、俺がごめん、それは俺が何も言ってないから確かに俺が言った通りのことをしたらそうなっちゃう、だからそれそう潜られない、そうだね、脇すくわれて押し返せない、困ったことはだってさっき俺押し返したけどさ、無邪気に押し返すと右手でまたすくわれてたら潜られちゃうわけだね、うん、ああ面白いからまあそこもやっとくか、こうあの脇やったすくったよとしたら相手押してきたじゃん、でもここ別に肘さえついてればここ、ああそう押してくるんですか、別にいいですよ、あんた前に行きたいですね、足すくっちゃえばもうあの転んじゃうでしょ、今ちょっと潜りのいい練習にはなるからやっとこう、あ押してきたの、そう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 、えい、うん、これで帰っちゃうよね、そう、まあ、押されたらどうするか次に喋るからちょっとやってみて、だからじゃあどうしたらいいんだろう、ここで、この方が難しい、ああ、こっちなんですよ、だから、左足引いてるよね、明確にで、酔っかかってるね、疲れるのはこの、疲れるのはこの道着に握ってるズボン、あ、手だけ潜れない、まあ、潜れないとは言わないけど、潜りづらい、あ、潜ろうとしてきていい、これ、こっち向いてるんで重心、体重はかけてるけど重心は乗せてないんだよね、うん、あ、要は突っかい棒を遠くに出せば、突っかい棒を遠くに出すという、まあ、こっちでも遠くに出しちゃう、この重心の位置はここあるけどでもちゃんと相手にプレッシャーがかかる、それをそう、なんかいや、この方がいいんだけどこれは全部潜られるんでやっちゃダメだね、だからギュッとあのカメガードで、カメハードで落とすのに似てるよ、ちょっと右手で締める落ちたね、いやこれ相手は右にやって俺は左にやって行ってるから僕は転ばないんですよ、これがダメな例だ、落とせばいいんだろうこれバックだから、うん、だから見たこう見た目の現象だけを見て相手を倒せばいい、相手を落とせばいい、でもその時自分が不利な体勢に、もっと不利な体勢に陥ってたらプラマイゼロというかプラマイマイナスになってるから、うん、もう一個を考える、自分は崩れない、自分は崩れない、相手だけ崩すということもやれれば、なんかちょっとこっち向いてみて、重いでしょね、ここからこんな感じ、そしたら重くて潜られないし相手は寝てるし、できると思う、やってみよう。